今回は認知症のシリーズとして分類と主症状について解説したいと思います。まあ、こちらが認知症の分類になります。まあ、認知症の種類は大きく4つに分けられます。まあ、こちら赤色で書かれた部分ですね。脳血管性認知症、前頭側頭型認知症、アルツハイマ型認知症、 レビー小体型認知症。まあ、これらの認知症の種類が代表的なものになります。まあ、それぞれ特徴的な症状がありまして、脳血管性認知症であれば、まだら認知症。前頭側頭型認知症であれば、人格の変化。アルツハイマー型認知症であれば、物となれ妄想。レビー小体型認知症であれば、原始。まあ、これらの特徴的な症状を定することになります。 まあでは、どうしてこのようなまあ特徴的な症状が出るのかっていうところなんですが、まあ、それぞれ大脳の中でもまあ障害されている部位が異なるというのが要因かと思います。まあ、大脳の領域としては、前頭葉、側頭葉、頭頂葉、後頭葉で、それぞれ主たる機能が変わってくると。まあ、前頭葉の方でしたら人格、社会性言語。側頭葉の方でしたら記憶、聴覚、言語。 頭頂葉の方でしたら感覚の統合。様々な認知機能。高頭用でしたら視覚。まあ、このように主な機能が変わってくると。まあ、ですので、前頭葉でしたら脳血管性認知症。前頭葉側頭葉でしたら前頭、側頭型認知症。側頭葉と頭頂葉でしたらアルツハイマー型認知症。高頭用でしたらレビー小体型認知症。はい。まあ、それぞれ認知症の種類が異なるということになります。 まあこの前頭側頭型認知症の場合、まあ、こちらの黄色い部分ですね、まあ、こちらが障害されると。まあ、前頭葉と側頭葉が障害され、まあ、特徴的な症状としては人格の変化、自発後の減少、行動異常などの症状を伴うと。まあ、アルツハイマー型認知症であれば、こちらの黄色い部分ですね、頭頂葉と側頭葉が障害されると。まあ、それに伴って、まあ、特徴的な症状として記憶障害、検討式障害、 物足タレ妄想などを提すると。レビー小体型認知症であれば、こちらの黄色い部分、高、まあ、頭葉が障害されると。で、まあ、特徴的な症状としては、まあ、原始、妄想、パーキンソニズムなどの症状を伴うということになります。まあ、このように、まあ、認知症というのは、中核症状と周辺症状の中でも、この中核症状がまあ診断には必須の項目になります。まあ、その中でも特に記憶障害ですね。まあ、こちらが必須の条件になりますので、 この記憶障害を中心として主々の症状を呈すると。で、まあ、さらに認知症でも種類によって特徴的な症状を伴うことがあると。まあ、ということで、まあ、認知症というものを理解しながら、次に認知症の種類について深く理解することで、まあ、認知症というものがより分かってくるということになるかと思います。今回は認知症のシリーズとして分類と主症状について解説しました。はい。今回は以上になります。